じゃじゃん。ということでね、ニトリのコルクマットを貼ってみました。ここに警報器が固定でついている関係で、ね、ここの端っこの部分ですね、ここはパーツ入れずにもうこのままでやっていこうかなと思います。まあ、こんくらいはいいでしょう。一時期ね、ここ安いヨガマット敷いてたんですけど、なんかね、黒い破片が、そのマットの破片がなんか散らばるようになっちゃったんで、撤去して1ヶ月間ぐらい経ってたんですよね。この板張りの上で作業してたんですけど、結構ね、足だるくなるの早くて、立ってるだけで疲れちゃうっていう状況だったんですけど、リビングスペースに敷いてるコルクマットをこっちも敷いてみました。まあ、いい感じですね。1個のパッケージじゃ足りなかったんですけど、余りがあったんで、それでいい感じで引けましたね。これでだいぶ作業は楽になりそう。
ということでリセット完了。これが今日のメインの豚皮の煮込みです。ちょっと見た目悪いですけど、業務スーパーで売ってた豚皮を圧力鍋で下茹でして、まあいつも通りの醤油ベースの味付けをしたものです。圧力鍋で下茹でしてたんですけど、ちょっとね長かったみたいで、その時間が。これ歯ごたえしっかりあるタイプなんですけど、もう触るともろもろっと溶けちゃうんで、また次回修正したいなと思ってます。まもなく5時なんですけど、次男をあと30分後ぐらいに回収して、そこから晩ご飯ですね、まあ、30分ぐらい今から休憩しまして、こちらが休憩のお供になります。ご存知の方も多いと思いますが、このね、カバーのこれ外すと、お仕掛けがありますので、ぜひ最新の97巻をお持ちの方はおめくって見てみてください。ということで回収に行ってきます。兄ちゃん待ってる。ないな。ということでご飯仕上げます。豚丼とろってして美味しいよ。食べてごらん。ちょろ。はい、そうそうそう、美味しい。イエーイ。ねえ、ね、パパ、メイね、うん、マクドクロスで触ったのよ。そうや、やばくない？手で、手袋せんで。うん、ダメよ。暗い場所から明るい場所へ。どうしたらいいと思うか。あと隙間、木の隙間、ね、食べよ。じゃあもしさ、あやとマクロクロスって言ったらさ、うん、どういう風にする？君は手袋して手袋して捕まえる。うん、しても虫かごに入れて。手袋がなかったらパパの手袋。パパの手袋ですか？うん、でももしパパの手袋がなかったら俺の手袋。豚丼これ、うん、
豚ばっかりだね、うん、そう、ご飯もね、一緒だよ。なんで出したお味噌汁？いや、特別。いや、もうスープ食べてしっかり。全部食べるのが約束で。さつまいも食べたい。うん。まだ見たお腹空いてたよ。あと目玉焼きも食べたい。まんまるなのよね。あ、わかった、これ卵、煮卵。卵は？噛んでよ、しっかり噛んでよ。もうそう、ちゃんと。ちゃんと噛んで。おいしい。どうやった？初めてやな。おいしい。煮卵。マスクないですか？フォーク？噛む噛む。噛む。噛んだ。おいしい。うん、タンとサンゴだ。タンでタンとは一個一個もう二個やけん。タンとダメ、これパパのや。タンでなんでしょうな。豚かわ豚バラ丼。おいしい。おいしかった。なかなかいい味。よかったよかった。パパ、マクロクロスケってお化け？お化けかな？お化けじゃない。どうも、みんなネットクロクロスケのね。で、カフェニュース。パパ、カフェニュースパパパ、カフェニュース。パパパ、ショッピングセンター。豚皮はありやね、これは。また食べたいね、うん、次はもっと食感を残そう。バラ肉あった方がうまい。スプーンでいい？うますぎる。うん、うん、明日はカレーよね。うずらもいいな。パパ、明日どうかな。あれこぼれるよ。おおおお、すごい。頭がるよ。はい、ブリッジして。せーの、うちできてない。来いよ。うん、すごい完璧やね。でも手が違う。言うなって。うわー、すごい。I never